本当に3ヶ月経ったのかというぐらいですね、まだ倒れた建物も多くですね、道路もひび割れやマンホールの隆起だらけで、非常に生活が大変なんだなというところを実感しました。支援する側としても過酷な環境でした。寝る場所もですね、段ボールベッドでなかなか寝づらくてですね、食べ物も本当に、インスタント食品ばかりで、その環境で長時間暮らしていたら体を壊すだろうなっていうところでした。それを被災者の皆様はですね、家は潰れてしまった状態でですね、しかも先が見えない中で続いてらっしゃったので、もう非常に大変でですね、私たちも何とかしてあげたいという思いで1週間過ごしました。犬山市でも実際こんなことが起きた時にですね、対応できるようにリーダーがたくさんいればいいかなと思っています。ただそのためにはですね、その気持ちとですね、あと経験が必要になってくるので、それが受け止められて実際にそれができる組織があるといいと考えています。今回つらかったんですけれども、同じ機会があればですね、ぜひ行かせていただきたいなと思ってます。